小バスて駅は、長野県千曲市大和座やわたバスばにある、東日本旅客鉄道市野の線の駅である。標高551メートルの山の中原に位置し、全国でも数少ないスイッチバック方式を要する駅である。カムリキ山に近いが、その山頂は駅舎及びホームからは、山ひだや樹木に隠れて、冒険はできない。当駅のホームから見下ろす善光寺平は、 日本三大車窓の一つと数えられる。他の二つは、根る本線のカリカチ峠と、被殺線の矢竹駅である。長野県下にある国指定の名称5カ所のうちの一つでもある、田ごとの月が有名。標高型各眺望の良い手近な場所に当駅が設置されたことにより、寒月と風景を楽しむ周辺の観光エリアが広がった。日本経済新聞社の2007年アンケート。 足を伸ばして訪れてみたい駅の全国第2位にランクされた。また2008年9月6日号の日本経済新聞長官別ずり、日経プラス1紙面において全国に数ある月の名所の中から当駅周辺が第1位のお月見ポイントに選ばれた。日経大人のオフでは日本三大名月の里の一つに数えられている。2012年8月1日には、 日本夜景遺産に認定された。口述のナイトビューをバスでも2015年7月27日に日本夜景遺産に認定されている。報道1。当駅は無人駅ではあるが、こうした風景の良さから旅行者がしばしば立ち寄り、週末には周辺住民有志が来訪者にお茶を振る舞うなどしてきた。口述のようにトレーンスイート式島が停車するようになってからは、 知名度が上がり、住民有志が販売を受け負う記念乗車券の販売枚数が2017年は約3600枚と2016年より1100枚程度増えたという新聞一見下ろす全校寺平は川中島の戦いの古戦場でもある。ふもとの武水別神社では、上杉謙信が武田信玄の倒滅を祈願したと伝えられる。 開業当日のオバステ駅ホームは2面2線の相対式相対式ホーム2面2線を有するスイッチバック方式の地上駅である。駅付近の本線は東海日山付近からカムリキトンネルまで最大25パーミルの上り勾配である。また、スイッチバックの引き上げ線内も奥へ向かって25パーミルの上り勾配になっていて、水平になっているのは駅の着発線付近のみである。 かつては、駅の着発線のさらに奥に66.7、パーミルの急勾配が設置されており、ブレーキが効かずにオーバーランした車両を受け止める、避難線となっていた。この線路の跡地は、オバステ変電所と、駅利用者のための駐車場になっている。本線上に、ホームは設置されておらず、通過列車は当駅のホームには入線しない。当駅に停車する場合、上り列車は、 急な上り勾配が続く本線から左側に分岐して水平に行き止まりの引き上げ線に入り、そこで進行方向を後ろ向きに変え本線を横切ってホームに入線する。発車時は再び進行方向を前向きに変え、本線へ進む。下り列車は逆に本線から左側に分岐して水平のホームに入線し、発車時は更新し、本線を横切って引き上げ線に入った後に、 改めて前進する。運転士は更新の際、運転台を移動せずそのまま操作を行う。駅舎は対象デモクラシーの時代の設計であり1934年に完成したものである。木造で約100平方メートルある。古くは貨物や小荷物も取り扱っていたが、1972年3月に国鉄の駅としては無人駅となった。無人化後も、 平成初め頃までは校内にキオスクがあり、簡易委託として、校券の乗車券が販売されていた。しかし、店主の引退に伴い売店が閉店となり、完全に無人駅となった。駅の管理は、長野駅によって行われている。乗車駅証明書発行機が設置されている。なお、スイッチバック方式の駅として設置された目的に、蒸気機関車への給水があったが、 1970年2月に蒸気機関車の運行が行われなくなったため、現在では給水設備は撤去されている。この区間の電化は1973年3月28日であり、蒸気機関車廃止から電化までの間は、機動車による運行がされた。2010年に駅舎のリニューアル工事が行われ、同年7月24日に記念式典が行われた行動に、 このリニューアルでは、1934年当時の様子の復元が行われ、で、小荷物扱い窓口が再現され、内壁や天井、建具などの修繕が行われた、報道に、新聞4。さらに9月7日には2番線ホームに半径2.5メートルの展望台が設置された、新聞5。その後、2011年7月24日に、駅舎の外装や、 古戦橋がリニューアルされ、記念式典が行われた、報道3。また、4月頃から11月頃までの休日は、地元の有志の方々により、くつろぎの駅として、駅事務室の開放やお茶のおもてなしなどが行われる、報道6。くつろぎの駅開設期間を通して、2018年までは、後見の記念入場券を買うことができた、報道6。出冊業務は行われていない。 さらに、2017年5月から運行開始された、クルーズトレイン、トレーンスイート四季島の停車に合わせ、ホーム上に新たに展望ラウンジと、バーが設置された、報道後。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は53人である、利用客数1。近年の推移は、以下の通りである。夜景100選に選ばれている。 長野自動車道のオバステサービスエリアも、棚田の周辺には小規模ながら古墳が散在する。駅南側の踏切を渡って、左側に入った小古墳場からの景観は穴場と言える。眺望ポイントは駅からのほか、下記の地点が標高差や方位、時代背景、環境変化とともに推奨されてきた。東日本旅客鉄道篠ノ井線快速。 普通カムリキ駅をバス停駅東海山駅2009年まで、東駅とカムリキ駅の間に、ハオ信号場があった。ありがとうございます。